フランスを本拠とし世界規模で展開するホテルチェーンユーロネクストパリ上場企業世界中90カ国以上で3500件以上のホテルを展開しているその売上の内訳を他の大手ホテルチェーンと比較すると他の大手ホテルチェーンは北米に集中しているのに対しアコーホテルズはヨーロッパ市場で売上の大半を占めているアコーホテルズは 北米での力が比較的弱く全売上げの約20%に過ぎない。パリにあるアコーホテルズアリーナの命名権を持っている。2015年12月、同業のフリーホールディングスを買収すると発表した。2016年7月に買収を完了し、新たにフェアモントホテル、ラッフルズホテル、スイスホテルの3ブランドが加わることになった。バジェットホテルから ラグジュアリーホテルまで幅広いカテゴリーのブランドのホテルを持っているホテルチェーンはアコーだけである。以前東京の六本木にあったホテルアイビス六本木はアルファベットでアイビスと表記するがアコーホテルズとは無関係であった。フリーのホテルについてはフェアモントラッフルズホテルズインターナショナルを参照。ありがとうございます。